視聴者の皆さん、こんにちは。この動画は、イマジンチャンネルの創造動画第7弾、私が予想したヤマハキーボードの特徴というテーマでお届けする動画です。皆さん、この動画ももしよかったらどうぞ最後までご視聴ください。で、毎回このイマジンチャンネルでは最初にこのお願いをしていると思いますが、イマジンチャンネルの中でもまだこれが一番最初に出てきてしまったなど、たまたま出てきて再生していただいた方など、本当にありがとうございます。で、もしそういう場合、まだイマジンチャンネルについてどういうことかよ、イマジンチャンネルって何って思う方、こちらイマジンチャンネルの創造動画の第1弾のイマジンチャンネルのご紹介というところがそちらの方。で、イマジンチャンネルの創造動画ではどのようなことをやるかなど、少しか、すごく簡単で短いではございますが紹介してあると思いますので、そちらでイマジンチャンネルについてお理解していただいて、そしてから他の動画をお聞きいただくことをお勧めいたします。また、画面には何も映っていなくて、ただ、声だけのトークとなっております。何も、映ってなくて何も見えない状態で お送りして申し訳ございません。イマジンチャンネルの創造動画は全部そうなっております。あらかじめご了承ください。本当に、何も見えなくてつまらない中申し訳ございません。それでは、早速テーマの方に入っていきます。皆さんぜひ、このイマジンチャンネルの第7、イマジンチャンネルの創造動画第7弾もぜひお聞きください。いやー、どうなんでしょうかね。皆様、ちょっとヤマハのキーボードご存知でしょうかね。ヤマハのキーボード。ヤマハのキーボードの、ヤマハはヤマハでも少しレベルが違う。皆様はそのレベルに合わせて買っていただくということを私はお勧めいたします。で、ヤマハのキーボードの中には、ヤマハ PSR シリーズ、YPT シリーズ、EZ シリーズ、この3種類が主に多く使われていると見られます。その他のシリーズもあると思いますが、有名なのはこの 3パターンということで、そちらからご案内させていただきます。で、一番有名なのはもちろん PSR シリーズだと思います。PSR シリーズの中でも、PSR シリーズの中でもちょっといろいろありまして、PSR マイナス、その次に数字、または PSR マイナス S 数字、PSR マイナス F 数字、PSR マイナス E 数字、マイナス E 数字ね。E 数字って良い数字だから、アルファベットの E 数字、E の次に数字。というのがありまして、まず PSR マイナスの次に数字。これ。は、あんまり、たくさんの機能はないんですが、特にヤマハ PSR マイナス282というのが、日本ではなく別の国ですが、あると思うんですね。そちらのものがヤマハ PSR シリーズ、PSR マイナス数字の中では一番、良いキーボードなんじゃないかなと思います。その他にも、ヤマハの PSR マイナス175というのがあると。175。これ、ちょっと、ヤマハの他のキーボードとちょっと違う。ちょっと音などは悪いですが、別のことが楽しめる。あんまり性能が良いかどうかはわかり、ちょっと、まだ詳しく、私もまだ買ったこともないので、ただパソコンでちょっと調べてみたらそういうのがあっただけなので、ちょっと詳しくはわからないんですが、ちょっと音、ちょっと、短所としては、音が少し悪いということでございます。これはもしかしたら日本では買えないかもしれません。外国などで、他国で、お求めになる必要があるかもしれません。日本で聞いている方はね。で、次。PSR マイナス S シリーズ。というのがあります。PSR マイナス S シリーズ。は、もう、すっごい、上級者向けのキーボード。もう、強いて言えば、もう電子ピアノに近いという感じですね。電子ピアノに近い。
でも一応キーボードとして、電子ピアノに近いようなもうすごくもう上級者が弾くような曲が入っていたり、曲以外にもワルツなどそのような曲調和音などが入っていたり、曲はあんまり入ってないかもしれませんがね。そういう感じのものがヤマハ PSR-S シリーズです。で、次。PSR-F シリーズ。これ私あんまり特徴わからないんですけど、多分、性能は普通ぐらいだと。で、続いて、ヤマハ PS、まあ、E シリーズ。ヤマハ PS-E シリーズ。ヤマハ PSR-E シリーズでは、これはちょっと私も E シリーズについては結構いろんなことを知ってるんですが、2から始まるもの、3から始まるもの、4から始まるものというのがありまして、2から始まるものは初心者向け、3から始まるものはちょっと難しい曲を弾きたい方、初心者でもちょっと難しい曲を弾きたい方向け、4から始まるものは PSR-S シリーズまではいきませんが結構難しい上級者向けという感じで、しかも2から始まるもの、3から始まるもの、4から始まるものでも203、これ203から213、223とどんどん新しいものが出ているんですが、203より213の方がちょっと難しい、213より223の方がちょっと難しいというふうに、古いと古いほど本当に初心者にぴったり、3から始まるものもね、そういうふうになっております。皆様も十分、買う場合には十分ご注意ください。なお古いものはもう売ってない場合もございますが、ご注意、そちらもご注意ください。もちろん4から始まるものもね、これは多分ですがそうだと思います。で、 YPT シリーズに関してご案内いたします。YPT シリーズなんですが、こちら日本ではちょっと多分今これ撮った時現在なんですが、多分残念ながら日本では売ってないんじゃないかなと思います。 YPT シリーズの特徴、一応私が思いついたものをご紹介させていただきますね。実際にもし違ったらすいません、本当にヤマハ、特にヤマハさんにはすいません。で、YPT シリーズの方は、YPT-255 というのが、ヤマハ PSR-E の、203から253までのものと、本当に似てる。でも外国でも多分や、日本じゃない別の国でもヤマハ PSR-E とかそういうのあると思うんですが、それ、何が違うのか私もよくわかる、YPT のやつよくわかりません。で、330というのは、PSR-E263、とかそういうものと、3から始まるもの。PSR-E ね。それとなんかほとんど一緒。というなっております。何が違うのか私もよくわかりません。また、ヤマハの PSR シリーズ、YPT シリーズには、多分大体、バンジョーをかき鳴らせという曲が入っていると私は考えました。ただ、EZ シリーズは入ってない曲も、ものもあるかもしれない。PSR シリーズ、YPT シリーズ、ヤマハのキーボードには、全部とは限りませんが、大体のキーボードに、バンジョーをかき鳴らせという曲が入っているような気がいたします。で、バージョンは、今私が思いついたのな、中で、バージョン5種類あります。波長長版ピアノ、ヘ長長版ピアノ、ト長長版ピアノ、ヘ長長版トランペット、ヘ長長版ラッパ、ト長長版ラッパ。なぜか波長長版ラッパはパソコンにはありませんでした。実際にはもしかしたらあるかもしれませんけどね。また他の長のやつもパソコンにないだけである可能性もございあるかもしれません。で、詳しいキーボードのことにつきましてはヤマハキーボードの方のホームページなどご確認いただければと思います。今、新品で売っているキーボードなどが多分、などを紹介していたり、内蔵曲リストなどを紹介していると思います。そちらもぜひ、興味がありましたら合わせてご確認いただけると詳しく知れると思います。ということで、ここまで本当にご視聴どうもありがとうございました。今回はイマジンチャンネルの創造動画第7弾。私が予想したヤマハキーボードの特徴というテーマでお届けしてまいりました。ちょっと今回は
大変難しい話で分かりづらかったという思う方もいるかもしれません。大変ご迷惑をおかけいたしました。また他の会社の、カシオやローランドやカワイなど、その他の会社のキーボードの紹介がなくて申し訳ございません。ちょっと私はヤマハキーボードの紹介だけにとどめて、今紹介なんだろうと思っております。ヤマハキーボードのご紹介だけで申し訳ございませんでした。また興味がなかった方、話が難しかったなど、そういう方にもちょっと分かりづらくてすみませんでした。また、EZJ の紹介、EZ マイナスシリーズの紹介ちょっといたしておりませんね。これも申し訳ございません。EZ マイナス J シリーズの紹介は、また、別の動画で、しようと思います。そちらの方もぜひぜひお聞きいただければと思います。それでは、ここで、イマジンチャンネルの創造動画第7弾を終了いたします。で、第8弾なんですけれども、ちょっと何をやるか決まっておりませんので、ちょっと予告ができないんですが申し訳ございません。ちょっと第8弾の方の予告は、できませんが、第8弾で何を入っているかをもうご覧いただければわかると思いますので、そちらの方ご確認ください。予告ができなくてすみません。また EZ マイナスシリーズの紹介もできなくてすみませんでした。それでは本動画、イマジンチャンネルの創造動画第7弾、私が予想したヤマハキーボードの特徴という動画を終了いたします。ここまでご視聴本当にありがとうございました。